はいどうも、いったんです。皆さん、こんな悩みはないでしょうか？集中力が続かない、なかなか寝つけない、睡眠の質が悪い、こんなね悩みないでしょうか？僕は全部当てはまります。はい、というかこんな悩みがないっていう人はね、なかなかいないんじゃないでしょうか。ということでね、今日はそんな悩みを解決してくれるかもしれないというね、商品を提供していただきましたので、そちらを紹介したいと思います。はい、それがねこちらになります。はい、キャナコス CBD グミというね、商品です。はい、こちらをね今回は紹介していきたいと思います。はい、ということでね、今回はねこちらのキャナコス CBD グミというね、商品を紹介していきたいと思うんですけど、CBD 皆さん聞いたことありますか？最近ね結構聞くようになった言葉だと思うんですけど、CBD っていうのはリラックス効果がある成分として、最近ね注目を集めています。で、 CBD って言えばメジャーなのはねこう液体のタイプでこう舐めたりして、摂取するものが多いんですけど、まあ、今回ねこちらのこのグミっていうねタイプのもので提供していただきました。で、今回ねこちらを提供していただいた会社さん CR ラボさんになります。はい、CR ラボさんのね、リンク概要欄に貼っておきますので、ぜひ気になる方チェックしてみてください。で、その CR ラボさんが展開する、CBD のブランドがこのねキャナコスっていうブランドなんですけど、その中のねこのグミを今回はいただいたんですけど、 CBD のグミってこう苦かったりとかして食べにくいっていうね、イメージがあるみたいなんですけど、このね、キャナコスのグミは苦味とかをなるべくなくして、食べやすくねしているそうです。で、今回ねこれ、グレープって書いてあるんですけどね、グレープ味になります。はい、じゃあね実際僕 CBD を摂取したことないんですけど、まあ、実際にね、食べてどんなものか検証してみたいと思います。はい、今ね上のところ破ったんですけど、まあ、こんな感じでね普通にこうチャックがついたタイプのものです。で、中身はというと、はい、こんな感じですね。まあ、普通の見た目は普通のグミです。見えますか？こんな感じです。で、匂いもグレープの匂いがするね、グミになってます。まあ、袋の中はねこんな感じです。見えるかな？こんな感じになってます。はい、じゃあね、実際に食べてみたいと思います。まあ、全く苦味がないわけではないんですけど、グレープの味もちゃんとあって、まあ、普通にね食べやすいです。もう僕ねグミとか甘いもん大好きなんで、なんかバクバクいっちゃいそうですね。まあ、多分あんまり多量摂取は良くないと思うんでね。で、目安はね一応まあ2粒ぐらいが目安だそうです。はい、今ねこちらのグミ食べてみたんですけど、まあCBD 初心者の僕からしても全然食べやすかったですね。はい、でこちらね、1袋で30粒入ってるんですけど、これで、価格がね2980円です。まあ、普通のグミからしたらね、高いんですけど、CBD の成分が入ったっていうねところをまあ加味するとね、まあ、それぐらいのね価格になってくるのかなと思います。はい、でね、こちらの商品の URL もね、概要欄に貼っておきますので、まあ、気になる人ねぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回はね、キャナコスさんの CBD グミ紹介していきました。まあ、どんな時に、このグミ摂取するといいかというと、まずはね皆さんに共通して言えることといえばね、寝る前です。寝る前、CBD はね不眠症の治療薬としても人気だそうです。はい、なので、まあ、寝る前に、摂取する、これがね一番おすすめかなと思います。で、次におすすめなのが、学生さんの場合ね、勉強の前ですね。で、特にテスト期間とかいいんじゃないでしょうか。まあ、テスト勉強って長い時間すると思いますし、まあ、集中力ねないとダメだと思うんです。まあ、なのでテスト勉強を始める前に少し摂取するっていうのはいいかもしれません。まあ、僕ねどっちかというとこれ学生の時にねこのグミ知りたかったですね。僕学生の時テスト勉強とかなかなか集中できないタイプだったので、まあ、これねあったらどうだったのかなっていうふうには思います。
はい、で、社会人の方ですね、社会人の方はね、仕事の合間がおすすめだと思います。まあ、仕事もね、1日8時間働いてると、まあ、集中力なかなか継続するの難しいと思うんです。まあ、なのでその仕事の合間の休憩時間とかに、まあ、摂取する、まあ、それが社会人の人にはいいのかなというふうに思います。まあ、ちょっとね、僕もね、これはね、会社のね休憩時間とかに、まあ、摂取してね、ちょっとね実感してみたいなというふうに思ってます。はい、ということでね、皆さん概要欄から、こちらの商品ぜひ買ってね、実感してみてください。それでは今日の動画は以上となります。バイバーイ。